こんばんは。マイピアミッドナイトジャズにようこそお越しくださいました。ご案内役の古谷隆でございます。山形由美です。こんばんは。姫ね、はい、今日はもう秋もすっかり深まっておりますので、はい、オータミンニューヨークと題して、素晴らしい歌い手伊藤貴美子さんをゲストに迎えて、はい、秋のニューヨークの本当にね、いいムードをそのまんま皆さんにお伝えしたいと思います。そうですね。というのはね、はい、彼女アメリカから本当ついこの間帰ってきたんですよね。で彼女に聞いたらね、私は時差ボケが治るのに2週間ぐらいかかりますって言うから、もうまだ帰ってね、ほんの2週間は経ってませんからね、まだ、はい、だから結構まだ向こうの気分でいるんじゃないかと思うんですね。そうですね。もう皆さんにもニューヨークの風をそのままお届けできるんじゃないかと思いますけれども、そんなことでごゆっくり今日は、そういうモードを楽しみいただきたいと思います。Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bruises all were crossed, nowhere to go. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my.Time. You found me just in time. Changed my lonely life. Changed my lonely life. That lovely day just in time. I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. The losing dice were tossed. My bruises all across, all across, all across. No, no, no.相変わらず素敵ですね。
いやいや、お気にありがとうございます。おかえりなさいませ、はい。長い間のニューヨーク滞在ご苦労さんでございました。散々楽しんできましたけど、はい、いろいろお話を聞きたいんでありますが、その前に素晴らしいトリオのメンバーを紹介したいと思います。はい、まずピアノはコン・ヒデキ、オンピアノコン・ヒデキ。一人飛ばしまして、ドラムは石川淳二、石川淳二ドラムス。そしてわざわざ東京から、このスタジオに来てくれました素晴らしいベーシストです、坂井紅助オンベース。最近私のミュージックダイレクターをやってくれております。そうなんですね、ペコバンドっていうのがあるんですよね。ペコちゃんと一緒にツアー行ったりいろいろする、はい、そのバンドのコンサートマスター。さて話は元に戻りますけども、はい、ニューヨークどのぐらいいたんですか。で今回はね、ちょうど2ヶ月、うん、へえ、2ヶ月間、はい、ほとんどアメリカ人になったもんだっけ。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ、まだ小豆島での、そうですか、はい。彼女は僕と喋るとね、どうしてもこうなんですけどね、出が、出がやって出がね、小豆島、小豆島ですからね、小豆島ね、どうしてもやっぱりね、はい、はい。小豆島ということにしておきたいですね。あ、大豆島っていうのはよく言われますけども、散々慣れましたから別に、ね、おっしゃっていただいても構いませんのよ。そう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 、すごい減るから、はい、ずっと掴むんやからここ。あ、そう、そうよ、ね。レコードを1枚ものにして、だいたいレコーディングを引っ掛けてっていうか、引っ掛けてって言葉悪いね、業界ではそう言うけど、レコーディングを兼ねて、兼ねて、あ、そうか、はい、ちょっとお休みをさせていただいて、うん、でレッスンも受けたり、それからいろんなものを見たり聞いたりという、少しこっち寄りましょうか。あ、そういうね、はい、時間を自分に一生懸命働いてよ、頑張ったな、自宅なことを言って事務所を困らせてもらいました。羨ましいですね。クリエイティブであり、なおかつそれはリフレッシュのタイミングであるという、で歌うのでね、久しぶりで歌うのでね、ちょっとね、興奮しすぎてんですよね。あ、そうなんで、すごい緊張してるの。そうやほんまやん。ほんとに。てかほら、冷たくなっちゃってるもん。ほんま、どれどれどれね、いや、手の冷たい人は心があったかいな、うん、誰でも言うようなことをテレビで言うなという。今日はオータミンニューヨークという、芸大でですね、はい、お送りしているわけなんでありますが、ペコちゃんのレパートリーの中のオータミンニューヨーク、これがもうとっても素晴らしいので、もうペコちゃんを呼ぶんだったらオータミンニューヨークということで皆さんにお届けしようということでありまして、この山形由美といううちの姫がですね、はい、綺麗な方ですね。この方がフルートを吹きになるとは知りませんでした。そうなんですか。女優さんかと思います。この方はフルート吹いておりますから、笛吹、はい、忍笛というか横笛というか、はい、吹きますが、彼女と、だいたいバラード1曲こういう場合多いんですね。で僕はね、非常にこの場面が楽しみで、僕はまあ自分でね、ちょっとアレンジをしたりなんかしてるでしょ、そう、できるだけ、この美形2人を残してステージから去るような構成に、私も美形混ぜていただいてありがとうございます。とんでもございません、もう、それではお二人で素晴らしく、はい、奏でていただきたい、はい、オータムインニューヨーク、伊藤公子、山形由美。Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spares the thrill of first nighting. Glittering crowd.Simmering clouds in canyons of steel—they're making me feel.
words of new love. Autumn in New York is a flamingo with a and friends. Darkness comes,
橋を聞いただきました、この曲は、先頃レコーディングされたばかりの伊藤貴美子さんのニューアルバムにも収められているということです。さて次の曲、コール・ポーターの初めての大ヒット作となった曲です。 What is this thing called love? どうぞ。This funny thing called love, just who can solve this mystery? Why shouldn't make a fool of me? I saw you there one wonderful day, you took my heart and threw it away. That's why I ask you, Lord in heaven above, what is this thing called love? What is this thing called love? This funny, crazy thing called love, just who can solve its mystery? Why shouldn't make a fool of me? I saw you there one wonderful day, you took my heart and threw it away. That's why I ask Lord in heaven above, what is this thing called love? That's why I'm asking Lord in heaven above, what is this thing called love?
藤貴美子さんはこの前ニューヨークに行った時には Fall Lovers Only という、素晴らしいラブソングがたくさん入ったアルバムを作って帰ってきまして、今回のはなんか彼女に聞くところによりますと、まだジャケットタイトルははっきりは決まってないらしいんだけども、多分 Follow Me というアルバムで出てくると、来年の春ぐらいかなって言ってましたので、楽しみですよね。楽しみにしてください。はい、さて来週はバイオリニストの永田晃子さんを迎えてジャズバイオリンの華麗なプレーをお送りいたします。どうぞお楽しみに。とってもたくさん楽しみがありますからね。それではまた来週。おやすみなさい。おやすみなさい。Thank you for sharing this evening with us. We hope you enjoyed tonight's show.